はいどうもフグです。スパイガジェット強化月間2日目やっていきましょう。今回使っていくのは一足ガン積みスパイガジェット。このステージの一足すごく強いので今回はね紹介していきますっていう感じで、まずは草屋温泉のガチエリアやっていきましょう。さあまず初動は左から降りて、もう早速ね敵陣へ入っていきます。さあまずはスクスロ倒して、寿司コラも倒していく。ナイスワイプアウト。このステージのスパイガジェットは抑えがすごく強いので、こっからね、抑えていきましょう。さあ今いるこの手すりの上が一足スパがすごく強いです。そしてサメライドを倒していく。ナイスキル、オッケー。この手すりの上は草屋温泉のスパイガジェットの強ポジですね。抑えでここを取っとけば結構味方も動きやすいと思うので、ここはね、しっかり抑えておきましょう。でここちょっとトルネード来たので後ろ引いて、潜伏から味方のカバーをしていきます。オッケー、カバーしていく。あと一人。ナイスワイプ。で、トラップ置いといて、この段差下のトラップもね、結構強いので。で、サメライドも溜めつつ、で、相手が降りてきそうだなっていうタイミングでサメライドを使う。あ、味方が全部倒してくれた。ナイスワイプアウト。オッケー、ノックアウト。いや、このステージはね、一回抑えの形に入ると本当に強いので、初動はね、もう一足ガン積みで、すごいスピードで攻めていって、もうそのまま抑えの形を作って、敵陣へガンガン乗り込んでいくと結構安定するので、草屋温泉は一足スパイガジェットおすすめです。キルレは7キル0です。はい、続いても草屋温泉のガチエリアやっていきましょう。さあ今回もさっきと同じで一足ガン積みでやっていきます。初動もさっきと同じように左から降りて一足使ってガンガン攻めていきましょう。さあここね、降りた後塗らずに歩いていくとバレません。さあこのスピード早すぎる。さあこっから早速仕掛けていく。寿司コラあと一発、 OK 倒していく。で X にももうこれガンガン距離詰めて倒して、ラストスパッタリーヒューも倒していく。ワイプアウト。これ一足スパイガジェット楽しいですね。初動からとてつもないスピードで相手陣地へ攻めていく。これはなかなか恐ろしいですね。でそしてこっからトラップを置きつつ、手すりの上を使って押さえていきましょう。ただ相手がトルネード溜まってるので、これちょっとトルネ避けてサメライド使ってもクロスするサメライド。これはまずい。X に狙われて傘壊れて、OK、1枚持ってった。相打ちなら OK。 いや、ナイスキル。さあこれ復帰するまでにエリア取られないか心配ですけど大丈夫そう。じゃあこっから俺はエリアを塗りましょう。トラップをしっかりと置いておく。で左見つつ右から降りてきたので、そのトラップ踏ませて OK でエリアを塗ります。 OK、 エリア塗って、でラスト左、ラスト左、これもうデスしないように時間稼げれば OK。さあ結構当たってる。あと一発、ナイス。ノックアウト、オッケー。いや、この試合はもう初動の勢いのまま押し切ったっていう感じの試合ですね。初動のあの敵を倒して傘復活、敵を倒して傘復活っていうあの連続対面はね、すごく楽しいですね。で表彰しっかりとバトルナンバーワン取っていく。さあ、キルレは6キル1です。はい、続いては草屋温泉のガチホコバトル。さあ今回もね、左から降りてバレないように塗らずに歩いていって、相手を全員倒す最強の初動を決めていきましょう。さあまずは手すりを飛び越えて、危ない、スレスレで、こっから塗らずに歩いていって、で敵が顔を出したら倒していきます。さあチャージャー倒して、今シューターいたよね、あれいない、あ、いるよね、やっぱり。オッケー、シューターも倒して、後ろから、ハイドラも倒していく。あと一人、そこ飛んでるってことは、そこいますね。削ってる、あと一発。ここ、サメライド溜めて、行きたいですね。この手すりの上取って、サメ溜めて、さあ行きましょう。これ、いい角度。オッケー、刺さっていく。あと一人。ナイス、ワイプアウト。オッケー、あとちゃんとね、矛の台も塗ってあげて、ノックアウト、ナイスー。いや、この坂道のサメライド、強いですね。
左通路塗らずに攻めていくこの立ち回り、めちゃくちゃ刺さりますね。一足スパイガジェットめっちゃ楽しいので、もしよかったら使ってみてください。まあ、メインに一つ一足をつけるだけでもだいぶ変わると思います。ティルレは6キル0です。はい、続いて4戦目、草屋温泉のガチホコバトル。さあ、こっちは王冠4人、相手は王冠3人。じゃあ今回の初動は左降りるパターンではなく、正面から行ってホコ割りをする初動で行きたいと思います。なので今回ギアはインク回復サブ性能ステルスジャンプっていうね、今回は初動右から行くためのギア構成にしています。なのでまずこの右の通路にトラップを設置しておく。で、右からこう塗り広げてじわじわ攻めていく。そのカニタンク終わり倒したいけど、もう一人カニタンクいるんですよね。90ダメージやられていく。この部屋はカニタンクが結構多い部屋ですね。ホコ止めナイス。多分これ編成的に俺がホコ持ってあげる方が良さそうなので、ここはホコ割って、ホコ持ちでいきましょう。まずちゃんとホコ所でね、敵をどかしてから、左大丈夫。オッケー、じゃあまずは関門突破しましょう。オッケー、関門突破。で、とりあえず矛だけ割って、まあ、左押さえましょうか。一応グレートバリア壊して、ナイスキル。いや、ここまだ左押さえられますね。味方のカニタンクに合わせて、オッケー、ローラー倒していく。ただ矛が中央に戻っていく。この位置あんまり良くないですね。これ持ってかれそうなので一旦帰りましょうか。裏取りこれ多分ローラーとかに見られてて刺さんないと思うから、ここは帰って正面から塗りを広げて打開していきましょう。味方の足場を作りつつ、この矛の進行ルートをね止める。この塗りを広げるのすごい大事です。で、サメライド無駄履きしちゃったけどなんかいますね。これはラッキー。そして矛割って、あ、持ってくれる、ありがとう。じゃあ俺はね前線攻めていきましょう。さあ高台圧かけて、でこっちから一応ねトラップを置きながらじわじわ攻めていきましょう。こうローラーとかすごい怖いから、ローラーの位置はねしっかりと警戒しておきましょう。でナイスリード、めっちゃ矛進んでるね。でローラー倒して、それ矛割ってもらえるかな。 OK、 割ってもらって、そこをサメライドで拾いに行く。相手一人下ろして OK、 少しでもカウントを進める。この3カウントが勝敗を左右する可能性がありますね。っていうか、なんならサメで前線上げたおかげで、ナイスノックアウト。いや、いいですね。この草屋温泉の坂道のサメライドマジで強いですね。さっきも手すりの上にいた人を一人下ろして、で、カニのヘイトを買いつつも3カウントくらいね、ゴリ押しで進めるっていう。あの無敵時間利用して、ゴリ押しでちょっとでも進めるっていうあの戦法はね、結構あと少しでリードみたいな時に使えるので、おすすめですね。ではそんな感じで今回の動画はこれで終わります。最後に高評価、チャンネル登録、コメントをしてくれるととても嬉しいです。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。